私は正常やない。マジ受けるんですけど。表情笑った。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。無駄に動画が長くなりすぎて前編後編に分けちゃった。ズキチャクリフ編、無駄に挟めたうんちくの原因です。前編はよく知らないまま超大型ズキチャクリフ船を建造、構造的な問題で打ち上げ失敗が多発。視聴者さんを切り離しつつ月軌道に到着。着陸が激ムズでめちゃ時間かかったってお話だったね。それでも奇跡的に着陸に成功。月面に新しい地点名も付けることができたんだよね。これは紹介せんで。もったいらな地面に刺してこの地は占領した。というのが前回のあらすじです。でね、今回は月探査をしてカービンに帰還していきます。早速やっていくで。それでこんな感じの月面車を着陸船に搭載。背中にたくさん乗せたのはこれ。これなんや。何って原子力電池に決まってるじゃん。だから変なの乗せんな。原子炉と金坂ガチで月探査で使おうとしてるからね。ほんまか。はい、映像は月に戻るんだけど、一つ問題がある。いや、今の全部やん。月面車地上から70メートルくらいの高さにあるんだよね。なんでここに乗せたし。重力小さいし、まあ大丈夫かなと思ったんだよね。てかしれっとみどりくん乗ったまま打ち上げたんか。そんなことは些細なことで。はい。このままだとソーラーパネルに当たりそうだから格納。強制的に地上に落とすんか。爆発してもらった方が面白いんだけど、探検しないとダメだから今は我慢。心の声を出すな。もちろんこうなることも一応想定はしていて、ドッキングポートの分離パワーで飛ばして落とす。それならぶつからんか。重力もめちゃ小さいから問題ないはず。では行きます。ドッキング解除。あれ、あら、爆発しとるやん。あれ、さあ盛り上がってきた。想像したよりも分離する力が弱い。てかこれからどうするんや。ロケットエンジンに点火して水平に戻すしかない。点火。ちょこっと出とる。あ、ちょっとまずい。逆さまに落ちとるやん。というか止まらない。ちょどこまで行くんや。ガチで止まらないんだって。これね、見てもわかるんだけど、重力らしい重力がほとんどない。これ運転危ないで。あの高さから落ちただけでここまで飛ばされたけん、とりあえず近くまで移動や。運転自体は地上と同じだけど、グリップ力がすごく弱い。重力の問題か。おっとっと、ドリフトしとる。やだ、月面で土焼けエンジしちゃった。誰や。ちなみにズンちゃんは仮面ドライバー。一番操縦させたらあかん。というかブレーキの効きも悪い。ちょ船長引かれる。受ける。いやいや受けるところない。船長人柱ブレーキでなんとか停止。その人柱はちょっとちゃう。形だけのドライバーとよくわからないみどりくん、船長の3人で探検しようかな。初めての月探査よな。ニュット陽圧室に入る。とりあえずこの月面車の性能を確かめておきたい。一応ついてるのは車体側面にロケットエンジン4機、宇宙に飛び出しちゃった場合に使う姿勢制御用のスラスター。着陸脚も4つついてて、落下の衝撃から車輪を守る感じになってるね。何真面目に作ってんねん。だって原子力電池ついてるからね。絶対事故ったらあかん。で、とりあえずここ海だから映像的にも面白くない。白っぽいところ目指すんか。月面車の最高速度はこのくらいかな。時速 58km くらいか。そこそこ速いけど、これだと時間がかかる。しゃあないのでスラスターを噴射して進行方向に加速してみる。時速 90km。 ウィーバー。これ事故るで。キャッハー。今時速 100km や。あ、ドンって落とした。後ろのエンジンもげた。前のエンジンももげた。止まらないんだけど。もうさっきそうやったやろ。月面でプリウスミサイルすると多分宇宙のもずくになっちゃうね。プリウスミサイルやめれ。エンジン壊れて振り出しに戻る東北寸庫。これね、想像以上に離れてる。だったら飛んでいくしかないよね。このためにロケットエンジンつけたんか。ちょっと操縦しにくいけどなんとかなりそう。このまま加速して白い地表を目指す。ちょっと白いの見えてきた。ほんとだ。危ない。というか現在の速度 360km。 360? ズンちゃん奇跡の運転技術で地表スレスレを高速移動。絶対事故るパターンや。そんな素人なことするはずないじゃん。気づいたらぶつかってたんだけど。と素人が言っています。みどりくん飛んでいっちゃった。さっきからやってるんだけど操縦が何かおかしい。
操縦しとるのも何かおかしいからな。よし、このくらいで減速。どこまで行くんや。ガチで操縦はおかしいというか難しいんだって。でもズンコが言っとった通り白いところはデコボコやね。こんなところ絶対着陸できないでしょ。月面車の移動もかなり難しいレベルやで。よし、着陸成功。一応スラスターで姿勢制御しながら移動開始。そっちの方が危ないやな。左の丘の上に出てみようかな。多分見晴らしもええで。はい、出てみたんだけど、なんかめちゃでかい岩ある。ちょっと待って、これってアポロ計画の時にあった岩じゃない？なんかでかい岩の写真見たことある気するな。ということで到着。ちょうどいいのでこれを探査したということにしておきましょう。これかなりでかいで。よいしょ。キャッハー。これ壁がない感じか。これは仕方ないよね。多分動作を軽くするとか、当たっても壊れないように設定してるんだと思う。開発側の気遣いって感じやな。でもほら、ちゃんと探査できてよかった。月面調査はこれで完了や。そうそう、記念に旗を設置しておこうかな。地点名とか入力できるやつや。地点名は岩、名分はゆかりちゃんの岩。何？かっこせるべき。どういう意味や。はい、この真っ平らなところにズブッと刺しておきましょう。やったね。うちは一応ノーコメントや。みんな、ゆかりちゃんの岩探してみてくださいね。ツイッターとかで報告してみてな。よし、任務終了。帰還します。船長を歩かせるわけにはいかない。ちょストップ。船長また引いとるやん。あれ、船長どこ？降臨や、降臨左や。しぶとく無事だったみたいですね。しぶとく言うな。よし、着陸船のところまでまた戻ると。かなり距離離れとるでこれ。ひーやら、何一人で北斗の剣しとるんや。あ、ちょっとまずい。なんか壊れた。やだ、クレーターあるんだけど。大爆発しとるやん。でも重力が小さいからほとんどダメージなし。そんなことない。今後の月面活動に向けていろいろ調べないといけない。自分から落ちに行くな。次で爆発して。心の声が出る東北ズンコ。これね、念のため鉄骨を前に出したから構造がかなり丈夫。やっちまったな。皆さんは頑丈な乗り物作ってくださいね。これあかん。はい、ということでどのようなわけか戻ってくることができました。出発前のゲームロードしただけやろ。今から帰還する。というかこれどうやって上行くんや。ちょっとわかりにくいけど、側面に超長いはしごをつけたんだよね。伸縮するやつか。あとはひたすら登るしかない。これ 50m 以上あるやろ。ここでズンちゃん致命的な設計ミスをする。なんや、あと一歩が登れない。くさ。これね、離す以外のコマンドがない。離すと下に落ちるんか。落ちちゃう。ジェットパックで上に行けるか試験するしかない。普通は無理やろ。気合で上に行く。これいけるやん。というかそもそもはしごはいらなかったみたい。さすがにジェットパックで飛べるとは思わんからな。入室完了。他の緑くんははしごを使わず地表からの入室に成功。月ははしごいらんのやな。よし、忘れ物ないね。緑くんも全員乗ったで。名残惜しいけど帰るよ。離陸開始。出力 100%。 エンジン燃焼開始。姿勢正常、特に問題ないね。地球に向けて帰還開始。一応隔熱エンジンも始動。隔熱エンジン出力 100%。 あ、視聴者さん月に立たせるの忘れてた。何やってんねん。今から切り離そうかな。絶対やめとけ。お家に帰るまでの遠足。マニューバノードで月を周回する軌道に入る。もう着陸客もいいよね。着陸客格納。エンジン再点火。月周回軌道を目指す。エンジン燃焼開始。せっかくだし月を周回してお家に帰るよ。ここで停止。エンジン燃焼終了。周回軌道に入った。いい感じだね。次は月の裏側あたりで地球というかカービンに向かう軌道を作るよ。これがそうなんだけど、多分こんな感じの軌道になればいいんだと思う。カーバルを周回する軌道を作れとるな。エンジン燃焼開始。月軌道を離脱するまで加速だね。おう、あれ地球というかカーバルやな。何か忘れときもするけどさらばだ。そんなに忘れたんや。あれ、これうちらのロケット。緑くん、月
に置き忘れとるやん。違います、正しくは視聴者さんです。もっとあかん。そんなことより現在の軌道を確認する必要がある。もうむちゃくちゃや。軌道はむちゃくちゃになっていない、地上に帰れる。ちょっと早いけどカーバル低軌道に投入できるように修正。ちょうど宇宙ステーションが周回してる高度 400km 付近か。現実の宇宙ステーションも同じくらいの高度だね。結構近づいてきた。ここでエンジン点火、減速して低軌道に入る。燃焼時間は17秒や。これが最終燃焼、カービン裏側で再燃焼して綺麗な円軌道に投入。よし、エンジン燃焼停止。特に何もすることなく隔熱エンジンにさらされた視聴者さん、夢が叶いましたね。どんな夢や。はい、現在の軌道を確認。おお、綺麗な円軌道に入った。完璧です。では最後のミッション、スペースプレーンを使って地上に帰還する。初めてのスペースプレーンやな。でもちょっと問題があって。誰かさんのちょっとはちょっとやない。これ確か3人しか乗れないんだよね。ちなみに聞くけど今何人これに乗っとるんや。多分20人くらいかな。こっそりたくさん乗せすぎや。でも安心してほしい、そのためにカーゴベイつけたんだよね。パッカー。皆さんこれ座席ついてませんからね。ほら、電車とか立ち乗りだし。これスペースプレーンや。今の速度 7200km や。ごちゃごちゃ言ってないでさっさと視聴者さん入れて帰るよ。誰がや。最初は頑張ってくれた隔熱エンジンの視聴者さん。宇宙遊泳で入れるんか。よいしょ。あれ？これ20人入る？まあ頑張っても10人が限界や。とりあえず入れてみるしかない。2人目や。これ移動するのも時間かかるんだけど。3人目。4人目。ちょっと詰めて入れておこうかな。ちょ待った。あれ？あれ？出ました、キャプテン翼、スカイラブハリケーン。くさ、ちょっと待った、すごい速度。止まらない。早く止めんと救助できんくなるで。ジェットパックで逆噴射。なんとかなったね。次は進んどる速度が速い。おっとっと。落ち込んでおく。これは飛んでいった、もう一人か。1.5km ほど離れてるんだけど、見ても仕方ないからカット。はい、なんとか4人入れることに成功。なんか接近しすぎるとあかん感じやな。足と足がマグセーフみたいにくっつく謎資料はやめてほしい。待て、あかん。やばい。またスカイラブハリケーンや。戻すのめちゃ大変なんだって。はい、カットして4人目。続いて5人目。6人目、7人目はさっき月面車に乗ってた緑くん。2人はコックピットに入れる。よいしょ。これ船長や。さっき解任された船長だね。何の理由や。お店の前の草取りをしていなかったことが原因。それで後が動いたらや。わらた。一応元船長も中に入れる。あれ？なんか拒否されてるんだけど。どういうことや。入り込むボタンを押しても入れない、飛ばされちゃう。またバグか。これ2人乗りだ。それ入れんわ。しゃあないので元店長じゃなくて船長ははしごに捕まったまま帰還することになります。待て、これ生身の大気圏再突入。カーゴベイ閉鎖。5人しか乗っとらん。あのね、これ以上入れると2人か3人でスカイラブハリケーンしちゃうんだって。3人って漫画の再現やん。よし、帰還までの最終確認。待って、これちょうど基地の上空にいる。ここんところ打ち上げた基地か。逆方向に向けてエンジン燃焼、減速して基地に帰還する感じかな。これもやったことなくて成功するかわかんない。ここまで来たらもうやるしかない。とりあえずやってみる。ドッキングポート、切り離し。ドッキングポート、解除成功。姿勢正常、視聴者さんもちゃんと入ってる。ドッキングポート、閉鎖。ドッキングポート、閉鎖。ここまでは完璧や。宇宙船から離脱、帰還開始。エンジン燃焼開始。ちゃんと加速しとるで。ちょっと待って。元店長ずり落ちとる。船長。船長や。と言っても助けられないのでこのまま頑張ってもらいます。そう言うと思ったわ。進路変更。180度の急を変える。もう完全に離れとるようにしか見えん。マニュアル操縦で減速開始。エンジン出力 70% で様子を見る。現在の高度 400km、飛行速度 7000km から減速中。ちょっと月も見える。あそこから帰ってきたんやな。姿勢正常、エンジン出力 100% で減速開始。100% こっちは正常やない。マジ受けるんですけど。表情、笑った。これは
宇宙ののずくになっちゃう感じでね。どうすることもできん。よし、機種を上げて大気圏再突入準備。現在の高度 140km、 飛行速度 8600km、 かなり速度で取るで。大丈夫、スペースシャトルは 28000km とかだから。あれ、そんなんスピードで帰還しとったんか。ずんちゃん1回だけシャトル見たことあるよ。軌道上がだけど。軌道上？ほら、宇宙ステーションとか光の点で見えるでしょ。あれと同じ。スターリンクと同じみたいなやつか。スターリンクの5倍くらい明るく見えたね。現在の高度 80km。 これちょっと大気感じる。さっきから手動で操作もしてるんだけど姿勢がずれそうになる。現在の高度 30km。 飛行速度 9000km。 すごい勢いで減速してる。そろそろ水平飛行開始。高度 25km。 ちょっと待って、姿勢制御ができない。どうしたんや。わかんない、原因不明。海面に突っ込むよ。エアブレーキ緊急展開。ちょい待て、なんか飛び出した。ちゃんとシートベルトしないからそうなる。最初からついとらんやろ。船長帰ってきた。だから船長。船長、そんなことより姿勢変更がまともにできないんだけど。現在の高度 10km、 海面突っ込むで。何しても機種が上がらない。エンジン変更、ジェットエンジンモードに切り替える。あかんか。あれ、これ翼動いてない。主翼とか尾翼全然動いとらん。分かった、これあれだ、動かないように設定して打ち上げてた。高度3500。どういうことや。これね、宇宙空間でも翼がパタパタしちゃって見栄えが悪くなるんだよね。それで最初から姿勢変更しても動かないように動作を無効にしてたんだよね。墜落直前で気づいてよかったな。エアブレーキつけてなかったら確実に墜落してたね。マジで忘れてた。よし、エンジン再始動、基地に帰還するよ。エンジン出力上昇、機体も正常だね。現在の位置を確認。軽く500キロ以上離れとるな。ちょっと突入した地点がずれてたね。ロケットエンジンモードに切り替えて高速飛行で帰還。一つのエンジンで2種類の動作できるものなんやな。こういう時にも便利だよね。はい、左に見えるのはいつもの島だね。ということは右に見えるのはもう基地や。ちょこっと滑走路みたいなの見える。よし、到着装置展開。ランディングギア降りるで。壊れてないよね。展開確認正常や。コース正常、ちょっと安定性が悪い。高度 10m、 間もなくタッチダウンや。フラフラするけどいけるよ。あと 5m。よいしょ。ちょっと跳ねた。ランディングギア硬いんだって。まずい。やらかしとるやん。最後の最後でやっちゃった。でも正直にやろう、取り直ししない。ほら、みんなも無事だからね。コックピットの方大丈夫なん？ちょっとなんや。変な動きした。コックピットから脱出。ちょ待て、なんかおかしい。ちなみに月面車乗ってたメンバーですよ。はい、ということで無事に月から帰ってくることができました。やったね。すごい長旅になったな。現実で行った人がいるってのはすごいよね。みんなも月面着陸やってみてな。このチャンネルでは他では紹介されていないような宇宙に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。